僕が初めて意識に目覚めたのは番頭のことだった。先代が僕の誕生を見届けてくれていた。あなたは。僕は名前を持たない。そして君も僕と同じだ。強いて言うなら、城主様と民衆は僕たちを守ると呼んでいる。僕らの使命を表すのにふさわしい名だ。モル、これは使命を果たすときに必要なものだ。普段はそれを常に隠しておくように。ついてこい。明日は立春。炎剣山へ急ぐぞ。1月4日、辺りは冷え切っていた。粉雪の舞い落ちる中、僕は彼女に出会った。遅いぞ。上司様をどれだけお待たせしたか分かっているのか。お前が使命を果たすのもこれで最後か。ではよろしく頼むぞ。承知いたしました。あれは僕のと同じ。冬は死に、これより春が訪れる。四季は同じ名前を持つ四季という少女が生み出していた。冬が終わらなければ春が来ないように、彼女を殺さなければ次の季節はやってこない。守るこそが季節を正しく巡らせるために生み出された鍵なのだ。1月7日、先代がこの世を去り、代わりに僕が新たな守るとなった。怖がらないで、あれはツバメだよ。もう春だからね。好奇心旺盛なところは子供そのものなのに、彼女は命を生み出す不思議な力を持っていた。先代は春のことを僕に教えてくれなかったけど、きっと春はきっと四季がこの世界にもたらした優しい物語のことなのだろう。ねえ、あなたは？あ、そうだったね。僕は君を守るものだ。これからは僕が君を守り続ける。ご苦労、新たな守りよ。これからも使命を全うし、四季の巡りを守り続けるのだ。4月5日、再度儀式が行われた。いやおうなしに、僕は己が使命と向き合うこととなった。初めて四季を殺した。太古の昔、この世界は豊かさに満ちていた。しかし降臨した悪人が四季を喰らい尽くし、この世界は荒れ果ててしまった。それ以来、あらゆる種は芽生えず、
希望が花を咲かすこともなくなった。逃がすな！あいつが世を乱した悪人だ！よけ、我々は大神領の悪人の討伐を命じられているぞ。飢饉で大勢が死んだ。全部悪人のせいだ。豊穣な世界のために死んでくれ。今のは夢？思い出せない。あなたは誰なの？どうしてずっとここに座ってるの？僕は4月6日先代が言っていた。四季は生き返るたびに前回の記憶を失うと。でもその無垢な瞳を見つめていると、僕は守る、君を守るものだ。なぜか僕の心は引き裂かれるように傷んだ。5月23日蒸し暑く妖獣たちが増えてきていた。僕がいる限り彼女には指一本たりとも触れさせはしない。守れ、どうかしたの？うん、なんでもないよ。え、星が飛んでるよ。星？ああ、蛍のこと。ほら。森から飛んでいったものなんだね。来年の夏もまた蛍を見れるかな。ああ、見れるよ。また一緒にここへ来よう。約束するよ。夏の四季を、僕たちの思い出をこの手で葬った。君は何も覚えていないのか？見て、僕たちが育てた桃が実ったよ。四季、僕には夢がある。この世のすべての大地を炎剣山みたいに豊かにしたいんだ。今のは思い出せない。あなたは誰？どうしてそんなところに座ってるの？雨が冷たくないの？7月13日彼女と一切口を聞かなければ使命を果たすとき少しは楽になるだろうと思った。おう、けれど彼女の溢れ出る善意の前ではどれだけ拒もうと無駄なことだった。これは麓の人間たちが退職祭りを祝ってるんだよ。悪人の時代から伝わってきた風習さ。好きなだけ食べられる今日が終われば春まで食料が取れなくなるらしい。食べ物が足りないなら私が。気にしなくていい。彼らは四季への感謝の気持ちなんてみじんもないんだ。四季がもたらした恵みは人間たちには不相応なくらいだ。いいのよ、季節は見返りを求めない。この繁栄もみんなが苦労して手に入れたものだよ。だから十分なんだ。8月15日その日彼女の瞳には揺るぎない意志が秘められていた。
まるで永遠に輝く星々が大地に生きる人々を見つめるように、彼女は最初から天真爛漫な少女などではなかったのだ。彼女は四季を司る神なのだと僕は今更になって気づいた。早くせんか、上司様をこれ以上待たせる気か。何をグズグズしておる。このままでは夜になってしまうぞ。さっさとやらんか。やっと終わったか。行こう。忙しいな。時間を無駄にしよって。ためらうな。巡る式こそ世の断りだ。上主様、参りましょうか。間もなく日が落ちます。己の役目を果たすの覚えておけ。次もこのようなことは許されないぞ。10月3日、僕は秋の四季を殺した。いや、彼女を殺したのは彼女が守りたかった人間たちの方だ。